くったら湖は、北海道白尾井郡白尾町にあるカルデラ湖で、活火山、くったらの一部である。上り別温泉東側約2キロメートルの位置にある。四骨東屋国立公園になっており、気象庁指定の活火山、くったらの一部である。湖は、周囲約8キロメートルの円形で、流入、流出する川がなく水質は、極めて良い。 環境省が発表する公共用水域水質測定では、毎年故障部門の上位に名を連ね、2001年度公共用水域水質測定結果では1位となった。透明度はマシュー湖に次いで2位とされている。年間の湖水変化は1から2メートル程度である。また、湖水が地下水として固定から漏出し、その漏出量は0.44立方メートル S と見積もられている。 陶器は全面決氷することもあり、3月中旬から下旬まで湖面が凍結した状態となる。アイヌ語のクッタルシと虹を当てたものである。クッタルシは現在の板取浜を指す地名で、板取、群生するところを意味する。クッタラ火山の地形図クッタラ火山は、玄武岩、安山岩の清掃火山帯で約8万年から4万5千年前までの期間に、 複数の河口で火砕流を伴う大規模な噴火を繰り返し約4万年前までの活動でクったらカルデラを形成した。カルデラ形成後は湖の西側にある後カルデラ火山である上別火山が噴気活動を続けており最近8500年間は平均700年に1回程度の割合で水蒸気噴火が発生している。湖の周囲は 標高500メートル前後の外林山が形成されており、最高地点は岩谷太郎山の534メートル。引用元、品栄養庫でプランクトン量に乏しく、エゾ山椒を以外ほとんど生息していない湖だったが、1910年に十和田湖や四骨湖からヒメマスが移植され、以降その養殖が行われている。くッタラ湖は、 国立公園特別区域内ということもあって、開発が制限されており、上り別方面からの観光道路のみアクセスしており、湖を一周できる道路はない。道路の湖沿いにレストハウスがあり、ここでボートを借りて姫バス釣りができる。ありがとうございます。